tr-909tr-909 とは電子楽器専門メーカーであるローランドが80年代前半に発売したドラムマシン。1983から1984年にかけて製造され、製造台数は1万台。当時の価格は18万9千円だった。それまでリリースされていたローランド tr-808 の後継機にあたり、 全面的な音色リファインと MIDI 規格への対応、シャッフル、フラムクオンタイズ機能の追加など、様々な新機能が盛り込まれた内容となっている。発売当時は20万円弱と高価だったことと、口述する自制的な理由なども重なり、ブレークするところまでは至らなかったが、1980年代後半から1990年代以降に、ハウスや、 テクノなどのダンスミュージックが打ち込みで作られるようになってから独自の牛の強いサウンドが世界中で使われるようになる。発売当時の時世はドラムマシンがさらに生ドラムの音に近づこうとしていた時期であり、それまでのアナログ回路のチューニングでドラム音をシミュレートした方式から生音をサンプリングすることでよりリアルなドラム音の再現を可能とした。 pcm 方式へと主流が移りつつあった頃である。909はまさにその過渡期に位置する内容であり、バスドラムやタムなどの革物系は808をリファインしたアナログ回路で構成され、ハイハットやシンバルなどの金物系は6ビットサンプリングの pcm 方式を採用した。ローランド tr シリーズの完全 pcm 化は909に続く tr-707 まで持ち越される。 こととなった。909の発売当時は、リアリティという観点において、とにかく評価が低く、楽器店でも投げ売りが続くという散々な扱いであったが、後に、デトロイトの黒人たちによってその個性的な音と優れた機能が発掘され、同じくシカゴに飛び火し、芝叩く間にテクのハウス界の代名詞的名器として、一躍高い評価を受けることとなった。 労働階級の黒人たちが限られた資金の中で自分の音楽を作り出すには自宅録音が手っ取り早い方法であった。当然そこで購入する機材も最新のものではなく中古で当時はゴミ同然の扱いを受けていた909へと白羽の矢が立ったのだという。その過程の中で909本来が持っていた優れた機能と可能性を彼らが見出し引き出していくこととなる。 黎明期のテクノ、ハウスの発展は、このマシンなくして語れず、まさに909がそれらのシーンの礎を築いたと言っても過言ではない。生っぽくなりきれなかったその個性的な音がシーンを作り出したという、独自の音を作るのが目的であるシンセサイザーらしい現象となった。デトロイトテクノとシカゴハウスの因果関係は、諸説あるが、少なくとも909に関しては、 デトロイト・シカゴの順序で浸透していったことは確かなようである。当初よりクラフトワークやジャーマン・エクスペリメンタル等の電子音楽の方向に傾倒していたデトロイト・テクノのシーンとは異なり、あくまでディスコや R&B、フィリーソウルを自宅録音の機材で再現しようとして、結果的にハウスのスタイルが出来上がって定着してしまったシカゴのシーンもそれぞれ興味深いと言える。 同じようにメジャー音楽シーンに強烈な影響を与えた電子楽器として、ローランド製のアナログシンセサイザーのジュピター -8 やベースライン TP-303、ヤマハのデジタルシンセサイザーデラックス7などがある。なお、一般的に808イコールエレクトロ、909イコールハウスの代名詞として語られる場合が多いが、実際はお互いにその限りではない。 ドラムキットは以下の音色がプリセットで入っていた。ハイハットとシンバル以外はそれぞれに専用のフィルターとエンベロープカーブを備えたオシレーター回路によるアナログ音源を用いた合成音である。ハイハットとスネアは音色の微修正が可能なように圧縮結合されたボリュームエンベロープ曲線を含んだ6ビットサンプリングされた音源である。実は アナログ音源部分は少なからず個体差があり、俗にバスドラムの音は前期型と後期型とでアタック感に違いがあり、よりメリハリのある後期型が好まれる場合が多いとされる。前期型と後期型との見分け方はシリアルナンバーが381500よりバスドラムに関係する部品が変更されており直前の37600より 本体裏面の電池ボックスの蓋部分がゴム製から金属製になり一つの目安となる。この他に電源周りの仕様が異なる国内版と海外輸出版の区分も存在する。このバスドラムの音色はハウスをはじめとしダンスミュージックの代名詞ともなっている。レベル、チューン、アタック、デイケイの4つのつまみとトータルアクセントの設定次第で 高難様々なニュアンスに変化をつけることが可能。また、さらにコンプなどの各種エフェクターやミキサーで歪ませることによって、バウンシーな音色からガバのような攻撃的な音色まで、そのキャラクターは幅広くちぐさまんさまに変化する。X とインスト機能を使って外部のミディ音源を接続し、このシーケンスをドラム音以外に反映させることも可能であった。 パターンの書き込みは TR-808 直径の STEP 方式とリアルタイムで各ボタンを叩いた演奏がパターンに反映される TAP 方式の2つがある。前者の方式は他の TR シリーズや後年のローランド製、シーケンサー、ドラムマシン、他社製品であるコルグアレクトライブシリーズにも採用されているが、後者も後の赤い製。 MPC シリーズに似た操作感で体感的に909を演奏することが可能である。外部との同期接続にディンシンク方式しか持たなかった TR-808 とは異なり、909では MIDI、ディンシンク、テープ、シンク、ゲートと多彩な方式を採用していることも特筆すべき点である。ミディ企画成立後から間もない時期の製品ながら、インを一気、 アウトを2機装備し、しかも、アウト部分は、スルー機能も備えていた。比較的小規模で構成されることが多い、ベッドルームミュージックの機材セッティング事情においては、ミディ環境を構築する上で意外と、重宝された仕様であった。ただし、ディンシンクにはインを1機しか装備しておらず、その点では、インとアウトの切り替えが可能だった808に比べて、使い勝手が悪い感が否めない。 tb-303 との同期には、ミリビン、シンクコンバータを別に用意しないといけないので、この点は注意が必要である。ちなみに、ゲートは装備しているが、CV には対応していないため音階はつけられず、アナログ申請をコンバータを介さず、鳴らす場合は、あくまで打楽器音や効果音をトリガーするためのものと、考えた方が良い。ただし、このゲートは、クロックとしても機能するため、 一部のアナログシンセに装備されたアルペジエーターやサンプラーのトリガーを行うことが可能である。ありがとうございます。